こちゃんまた来ましたよ、はい、お願いします。じゃ今回はちょっとドリームモーニング娘。で活動しているということで、ちょっとそのネタでいこうかなと思うんですけど、今回その春からツアーでドリームモーニング娘。コンサート回らせていただくんですけど、その前に、ちょっと期間が発表されてから期間が空いたんですよ、その間にちょっと私そのドリームモーニング娘。メンバー10人いるんですけど、中澤さん以外とはのモーニング娘。時代を過ごしたんですけど、中澤さんは一緒になったことがなかったんです。一度もかぶったことがなくって、でやっぱりそのすごい年上だし先輩だしっていうので、ちょっとやっぱずっと気を使ってた部分もあって、でもせっかく今回一緒に回るんだし、だったら楽しく喋れた方がいいなと思って、リハーサルが始まる前にちょっとすごいドキドキしたし怖かったんですけど、食事に誘ったんですよ、でよかったデートみたいな感じ、ちょっと食事行きませんかって言って喋って、でその時は中澤さんも私にやっぱ気を使ってくれたみたいで、二人っきりは多分緊張するだろうからって言って、私の同期の今現役で動いてるサブリーダーの新垣梨沙ちゃんっていう子がいるんですけど、その子もたまたま来れるってなって3人で食事をしたんですよ。でもその時はそのいつも仕事をしてる時の中澤さんとはまた違って、やっぱリラックスしてるせいもあるのか、すっごい喋りやすくて、あこれはなんか一歩近づけた気がすると思って、あよかったなと思って帰ったんですよ、でそれでそのリハーサル最近始まったんですけど、ちょっと時間が空いちゃってて、して昨日ぐらいからリハーサル始まったんですけど、実際始まったら何にも喋れなくて、なんかその意味があったのかなっていう話でした。もう日記でいいじゃん、自分で日記つけたらいいよ。ジェサー言うことじゃない気がするんだよ。素材はいいのにな。ワクワクしたけどね、正直ね、ワクワクさせますよ、はい、今はワクしゃべるの緊張しちゃう。今やっぱでもなんかまだ始まりたてで、何しゃべっていいのか分かんないんですよ、実際向こうも気合入れてくるからね。そうなんですよ、始まると。そうなんですよね、いいパフォーマンスすればはい、ね、頑張ります。頑張っていただきたいと。頑張りますって終わるのも嫌ですね。そういうトークが一番苦手なんですけど、すいはまりました、あなたに。はい、頑張ってください、はい。今日のどうでもいい話が今入ってきましたんで、これを見ていただいて、今日はだって全て面白かったですよ。じゃあお願いします。はい、わかりました。それでは発表します。第11回どうでもいい話王は米粉の話をした小川真由さんです。やっぱりいやでもすごく良かったんですよ、見ても。ただ小川の一発目のあの足、ね、は餅ってなっちゃうから、餅とやったー、パスタを挟んだあたりが冴えてましたね。それでなんかみんながうまくいってたんだよ。そうね、嬉しい。ここにもくぼみがなかったんですよ。こんなレベルの高い回なかったですよ。いつもあなたのとこがゴルフのあれみたいに次の人が埋めてくって。今日はまこっちゃんがちゃんと言ったのよ。もう最初、一番最初に多分どうでもいい話の時にもらった依頼ぐらいだと思います、多分。何かあれ、そのどうでもいい賞、一番一発目の時は一回いただいたんだから、あの時はマイナスの意味であげたんだから。本当にもうひどすぎちゃって、事務所がでかくなったら殴ってますもん。やめなさいよ、やめなさいよ、でかいからね。僕がいなくなると思って。